スが選ぶ中野ナクロティの高学歴疑った瞬間ベスト3。疑った瞬間？はい。まあ、ナクロティはといえばね、はい、あの一橋大学法学部、うん、私75オーバーに真剣ゼミだけで合格した、はい、いやそうですよ、とんでもないやね高学歴、これは紛れもない事実ですから、はい、うん、卒業証書もありますし、あれちゃんとありますね、うん、あ、よかったです。ただね、いやもう紛れもない高学歴です。一橋大の法学部を、いや高学歴じゃないよっていうやつはさすがにその受験したことなさすぎる。いやそうよ、はい、なんですけども、うん、え、こいつ本当にあの偏差値高いのかって思う瞬間がちょっとあるんで、僕はそれちょっと僕しか多分僕しかね気づいてないと思います本当に。ああそう、はい、それちょっと発表させていただきたいと思います。はい、はい、まずまあ3位、まあそうかベスト3、僕の中でね全部同率1位みたいなもんなんですけど、自撮りみたいに言うなよ。ナカルティのミスはね全部ベスト1位なんですけど、まずはこれかな、うん、例えば3時頃とかを、うん、あるじゃないその、うん、3時頃っていう、ああ3時頃ね、これね、うん、え、これ言うじゃないですか、言うで理由も知ってるんですよ、うん、なんか昔ナカルティの中で、うん、その頃とかを全部その頃ってうん、いうのがマイブームになったんだよね。そうそうそう、うん、でずっと3時頃を、うん、3時頃をっていうもう信じられなくて意味わかんないし、あと全部え、いや3時頃って言えばいいじゃん。うん、でも3時頃って言った方が気持ちいいのよ、うん、自分の中で。お前の中で気持ちいいか知らないけど、あの普通の日常会話ならいいんですけど、ライブ中とかでも言うから。あ、それは良くないってこと？ボケに聞こえるから、そう、3時頃って、そう、犬頃とかにしか使わないから。ボケにしては小さすぎるってこと？うん、そう、その時間も可愛がってるのかと思っちゃう。ワンちゃんも犬頃可愛いなっていうみたいなもんだから、そう、3時頃だと言ったら、3時可愛いなって思ってるのかもしれないと思っちゃうから、ブレちゃうの、いろいろ。あ、全部頃だっけ、数時間ってもう分かんなくなっちゃった。1時頃、2時頃、3時頃、4時頃、5時頃、6時頃、7時、7時頃、8時頃、9時頃、10時頃、11時頃、12時頃、あ、頃だね、頃だ、うん、もうダメだじゃん。頃の時一回もないね。あの頃とかの時ですね、頃は。ああ、まあそうね、あの頃とか僕たちがまだ小学生だった頃とか、うん、ああそうね、そういう頃か。だから、うん、自分の中で分かんなくなっちゃった。いやいや、分かんなく、あの一品だっけ二品だっけみたいなのはあるけど、うんうん、全部ゴロなんだ。あ、時間は全部ゴロ。はい。ああ、でもやっぱ高学歴だから、こう自分からなんかこう新しい日本語を作ろうとしてたんじゃない。あ、そう、だから高学歴だと思うけどな、この部分は。全然全然そのそういうのじゃないんで、高学歴って。あ、そうなの。ちゃんと正解を持ってるって。わ、これあるわ、確かに、僕。で、意外とみんな知らないでしょ、うん、ナカルティンが3時頃っていう、うん、マジムカつくんだよな。 LINE で書いてる時も、うん、その、ダクテがついてないですから、ね、あー、頃で。あー、確かに LINE の文面だっけ、一番最初に発覚したの頃ってなんだよって俺思ったの、うん、ひらがなで書いてるかもしれない。これちょっと高学歴、僕ちょっと疑っちゃいますね。第2位、まあ僕の中で全部1位なんですけど、いいよもう。まあ第2位、ナカルティの高学歴を疑う瞬間、はい、え、おじいちゃん、おばあちゃんを、おじいさん、おばあちゃん、いや、これはいいって。あのね、これナカルティ、え、まあ、毎回そのリアクションするとき、これはいいっていうやつに、お前がそのリアクションするとき、毎回間違ってるときだよ。え、人間が、お前の中で常識になりすぎてて、うん、まあ、本当に、まあ、おじいちゃんをさ、うん、あ、僕のおじいさんが、ああ、僕のおじいさんのこと、なんかね、おじいさんってちょっと遠い存在というか、ほぼなんだろう、おじさんに近い存在だね。ああ、あの俺の父親のお父さんのことは、はい、俺はなんて言う、え、おじいさんでしょ、うん、おじいちゃん俺のおじいちゃん、俺のじいちゃんがさって言う。うん、でもお前必ずおじいさん、おばあさんって言う。うん、言う。僕のおじいさんが、僕のおばあさんがっていう。あの、昔話じゃないんで。あの、おじいちゃん、おばあちゃんって呼んでもらっていい？いや、これは無理だな。もう出ちゃう、おじいさん、おばあさんって。変ですよ。お前はおかしいと思ってないかもしれないけど、うん、俺はこういう人間に出会ったことがない。これはでも僕、自分の中で理由はありますわ。何？なんかこう、人に話すときに、うん、お父さんのこと、父って言ったりするじゃないですか。まあまあ、はい。それの感じで、おじいちゃんおばあちゃんはちょっと人に話すにはフランクすぎるけど、うん、祖父祖母っていうのもなって、おだった結果は多分おじいさんって呼んでる。いいよ。
唯一お前がおばあちゃんをおばあちゃんって呼ぶのは、はい、その芸人のおばあちゃんを呼ぶ。あのおばあちゃんはだって、うん、別にだってそういう名前だもん。いやだってあのおばあちゃんがよ、うん、芸名おばあさんだったらちょっと変だろ。なんか面白いじゃん。面白いだけで名前が変だろ。まああの方はおばあさんだけど名前おばあちゃんだから、なんかおばあさんって言ったらすごい壁を作ってるみたいな。昔話だって。じゃあもしお前さ、おばあちゃんと待ち合わせするってなってさ、うん、3時頃に、はい、おばあさんはって言うの。そういうこと。あ、言うね。めっちゃ変な人間だよお前。3時頃におばあさんと待ち合わせしましたって言う。めっちゃめっちゃ変じゃんこいつ。下手すりゃ、うん、テストとかで減点されるんじゃない、うん、足りないって。でも3時頃3時頃って書いたら多分減点される、まあ、それは減点されるかもね。じゃあダメじゃん、うん、っていう話なの。っていうのがちょっと多いんだよ。うわ、マジかよ。昔話かよって俺毎回言ってて、で、お前は毎回、いや、それいじんのは違いますよって言うんだけど、言う言う。めちゃくちゃ変だな、これ。うん。うん。あ、じゃあ、その、ボケとして言ってるならまだわかるってこと？あ、もちろん。あ、なるほどね。当たり前じゃん。じゃあ、そういうことにしようかな、今後。ボケとしてだと弱すぎるから。第1位。はい。これね、確実に僕しか気づいてない。え？気づきようがない、お客さんは。マジ？テレビ見てても。おう。こちらです。高速耳抜き。あるある。あのね、耳抜きってあるじゃないですか。あの飛行機とか乗ってる時に、なんか、どうやるんだ？普通はさ、腹厚まで、ね、さ、うん、プンってやってさ、耳ポってやってさ、うん、あの、なんか空気圧逃がすみたいな感じなのかな、うん。あるある。それをね、ナカラティは、うん、あの、高速でやってるんですよ。うん、しかも、なんか、よくその、そう、すごい近くで聞いたらね、うん、なんか、チュンチュンって聞こえるんだよ。うん、外からでも。他人からでも、うん、それをね、なんかね、二人きりの時、こういう狭い部屋の時にね、ずっとチュン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 、本当にこのチュン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 のペースで、うん、ずっと耳抜きしてる時あるのよ。あるある。これマジ気になるのよ、これチュン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 が。ネタ中もたまにするし。なんでよ。え、なんだろう、僕ね、耳がずっと詰まってんすよ。あー、なるほどね。で、チュンチュンチュンってやるでしょ。チュン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 ってやるのよ。なんか、あくびをすると、あくびね。あくびをすると、うん、耳抜き。ワンデイアーキューブの言い方だ。あくびをすると、うん、あの、耳抜きってなるじゃないですか。はい。それを、なんかね、僕、小学校の頃に気づいて、あ、日常であくびのフォームをせずに、あくびみたいな状態に持っていけるのよ。はい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 、はい、うん。それでもね、わかるわかる。わかるでしょ、うん。こうやって。うん。わかるわかるわかる。で、もうちょいちゃんとしたいってことは、うん、なんかこう、鼻をこするふりして、あー、やってる、僕。やってんだ。うん、お前、鼻こそでこういくわ。それもある、番外編であるんですけど。寸前でパンチかわしてるやつぐらいですよ。プンって、いくわ。寸前でパンチかわすときにも耳抜きできるかも。いや、やんなくていいよ。これね、気になるのよ。二人きりで、シーンとして部屋で、ネタ考えたら、チュンチュン。そんな、インベーダーゲームみたいな音してる、僕から。そう、チュンチュンあるあるある、これこれはね、え、こいつこんな耳大丈夫なのって俺気になっちゃう。うん、高学歴ならこれダメなこと知ってんじゃないのって思うんだけど、やっちゃうんですよ。高学歴とか関係ねえけどな。いやいや、高学歴ですよね。こんな偏差値高いのに高速耳抜きやっちゃうんだっていうの。うわ、はい、以上がでしたけど、なんとも言えない気分だ。でもやっぱ全部身に覚えはある。いや、身に覚えはある。うん、そうだよね、本当に。うん、だから今日も、まあ、3時頃から、ね、3時頃ね、まあ、おばあさんのお墓参り行って、ね、うん、山梨だろお前。耳抜きすんなって高速で鼻グッてやんなお前。ギリギリでパンチかわしたぐらい。怖いんだよお前の鼻の。これが変なとこか。そうですよね、小さいの変なとこ。うん、いや、そんな。だから大きいのは大体ラジオの、みんな気づいてるってことだ。そう、あの、一人暮らしなのにさ、固定電話置いてるとかさ、うん、そんなの別にみんな知ってるからさ、あ、あの、もう こっちはもう高速耳抜きです。高速耳抜きとか言われたわ、うん、なんかどんな、うん、こいつね、漢字間違えたんですよとか言われると思ったら、この態度見ちゃった。そんなみんな分かる。高速耳抜きってなんだよ。チュン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 ですよ。はい、以上、僕が選ぶ中田の、高学歴を疑う瞬間でした。ありがとうございました。